サンドクリークの虐殺は、1864年11月29日に、アメリカのコロラド地方で、米軍が無抵抗のシャヤン族とアラパ法、族インディアンの村に対して行った、無差別に虐殺。西方に勢力を伸ばすアメリカ合衆国は、その植民地支配をミシシッピ川を越えた地域にまで広げ、それはロッキー山脈を越えつつあった。邪魔なインディアン部族を、 保留地に隔離し、入植地は順調に増えつつあった。が、この時期に起こった南北戦争は合衆国のインディアン政策を混乱させてもいた。各地で白人の侵略に対抗するインディアンたちの戦いが激化し、双方をそれぞれ抗戦派と和平派の2杯に分けていた。コロラド州では、この逆卒に先駆けて白人の大集会が開かれ、 有志の寄付によってインディアンの頭の皮の買取資金として5000ドルが集まった。耳までついている頭の皮なら25ドルの高額な賞金が設定されたのである。近郊に群がった侵略者たちにとって周辺のインディアンはフロンティアを害する障害に過ぎなかった。野蛮なインディアンの絶滅は入植者の悲願だったのである。コロラド順州の近辺でもインディアンと 白人侵略者との激しい戦いが続いていた。両者共にゾッとするような残虐なやり方で死者の体が損傷され、互いの憎しみ合いは果てしがなかった。シャイアン族の襲撃はことにデンバーの白人たちを恐れさせていた。1863年、事件の前年、デンバーの地元新聞、ロッキーサン・ムヤクニュースは、州を挙げたインディアン絶滅キャンペーンを始めた。 この年3月、ロッキー山脈ニュースの編集者は、社説でこう書いた。奴らは、この地上から消し去るべき、地堕落で、宿なし同然で、残忍で恩知らずな人種である。コロラド議会では、27人のうち10人が、インディアン根絶の強行を主張していた。翌1864年は、コロラド州選挙が行われる年だった。均衡を狙って、コロラドに押し寄せる。 白人入植者はインディアン絶滅を掲げる政治家たちを圧倒的に支持しており、ジョン・エバンズ知事を含むロッキー・山脈ニュースに関連する政治派閥はインディアン絶滅の政策が明らかに支持率を上昇させる鍵だと認めていた。翌年の総選挙までロッキー・山脈ニュースはインディアンの脅威をかき立て続けた。インディアンが陰謀を企んでいるというデタラメな噂は、 事実であるとの評判だった。白人とインディアンの間のどんな些細な異かいでもインディアンによる大虐殺として報告された。二人の白人兵士が死んだ。インディアンと兵士との異かいの後、コロラドの軍隊は25人のインディアンを殺すことで報復した。デンバー市民と軍隊は二人の兵士の飛ぶらいに成果を謳った。 25人のインディアンを大量虐殺した陸軍の指揮官はこう述べている。私は現在、インディアン撲滅のためには、結果として生じなければならない。この部族との戦争しか他にはないと信じております。条約を破った白人の不法侵入に対するインディアンの抵抗によって、あちこちで小競り合いが続いた。インディアンの集団が、コロラドの白人時警団員や軍人によって、 あちこちで殺された。ロッキー山脈ニュースは1864年8月にこう宣言した。入植者と軍は彼ら、彼らの住居、女たち、及びすべてのために行かなければならないこの夏、白人入植者の家族がインディアンに殺された。エヴァンス知事は緊急宣言を出した。民兵連隊が結成され、彼らは見つけ次第。 すべての敵対的なインディアンを殺す許可を与えられた。知事は彼らに保証を約束した。馬、その他資産が何であれ、彼らは政府によって支払いを受けることができると約束する。州政府が直ちにすべてのインディアンの殺害を認可したこの宣言によって、馬とその他の資産を得るために入植者たちはインディアンを無差別殺害し、彼らが敵対的だったと主張した。さらに、 ロッキーさん無役ニュースは赤い悪魔の根絶キャンペーンを強化し和平派のインディアンも抗戦派のインディアンも区別するのをやめた。エバンス知事はもう一つの発言を行った。あらゆる証拠において平原インディアンのほとんどは実際に敵対的だった。従って市民が彼ら全員を追いかけて殺して破壊することは市民として当然の行動である。 虐殺直前の9月28日には、デンバーでは、シャイアン族、カイオワ族、アラパ法族の州長たちとの和平会談が開かれていた1864年9月28日、州を挙げたインディアン皆殺し政策が進められる中、コロラド準州デンバーにある米軍のウェルド基地で、周辺のシャイアン族やカイオワ族、アラパ法族インディアンの州長と、コロラド準州のジョン・エバンズ知事、 ジョン・チビントン大佐ら同地の白人交換との和平会談が開かれた。州長たちは一台の馬車で、デンバーの町にやってきた。周辺では荒烈なインディアンと白人の殺し合いが続いていたが、デンバーの白人たちの何人かは、家の外まで出てきて、彼らを出迎えた。シャイアン族からは、モケタバと、ホワイトアンテロープ、ラーン・ペア、リトル・ウルフ、 トールベアーの御州長が出席した。和平競技では、インディアンによる襲撃について、白人側から抗議が出され、シャヤン族の州長の一人、ブラックケトルは白人たちに対し、自分は心から白人との平和を願っているし、決起に流行る若い選手たちを抑えられなかったことは、残念に思う。今後そういうことのないよう、できるだけ努力すると答えた。彼ら州長たちは、 彼らのバンドを説得して、実際にイゴアーカンソー川沿いの米軍のライアン基地、近くへ移動させた。駐屯地の白人指揮官らは彼らに食料を与え、どこか遠くの狩りで暮らせる場所へ移れと命令した。ブラックケトルの属するシャイアン族の集団は、サンドクリークの湾曲する流れのそばに TP を立て、野営を築いた。ブラックケトルとホワイトアンテロープらは彼らの部族員と、協議を行った。 抗戦派の意見が優勢だったが、一部は和平派のブラックケトルに賛同し、この和平派の野営に残った。シャイアン族のモケタバと州長、モケタバとは、シャイアン族の温厚な州長だった。彼は、和平会談で表明した通り、白人との対立を望まず、和平を結びたがった、老賢者だった。アメリカ・インディアンの社会は、完全法議制民主主義であり、主張や、 族長のような権力者は存在しない。白人が指導者だと思っている州長は実際には朝廷者であって部族を率いるような権限は持っていない。インディアンは大いなる神秘のもとべてを聖なるパイプと共に合議で決定するのであって個人の意思で部族が方針を決定するというような社会システムではない。しかし白人たちは インディアンとの条約交渉の際に、州長を代表、指導者だと勘違いして、彼らと明約することによって全部属員を従わせようとした。しかしこれは全くの思い違いであり、州長は和平の提案はするだろうが、それはあくまで朝廷であって、部族民を従わせたり、強制するような立場ではない。そんな立場は、インディアンの社会には存在しないのである。白人は、 ブラックケトルを大指導者だと勘違いしているから、彼個人の意志がシャイアン族の総意だと思い込んでいる。ブラックケトルは調停者として最大限の努力を約束しているのだから、これ以上の要求はもはや無理難題でしかないのだが、白人たちにはこれが全く理解できなかった。虐殺を指揮したジョン・チビントン、大佐米軍コロラド軍管区の指揮官。 ジョン・チビントン大佐は、もともとは、キリスト教メソジスト派の牧師だった。後に従軍牧師になり、やがてインディアン絶滅を力説する、抗戦的な軍人となった。また、現役の教会長老だった。この年の衆議会総選挙で、彼は、衆議院候補に名乗りを上げていた。チビントンは、選挙演説で、インディアン嫌いを隠そうともせず、次のような言葉を残している。 インディアンに同情する奴は踏んだ。私はインディアンを殺さなければならない。そして神の天国のもとでは、どのような方法であってもインディアンを殺すことはまさしく、名誉あることであると信じる。チビントンは、インディアンを白身に例えるのが好きだった。彼は、事件の数ヶ月前に、白人大衆を前にこうも演説している。小さいのも大きいのも、すべて殺して、頭の皮を剥ぐべきです。 卵は白身になりますから。この言い回しは、チビントンのお気に入りのもので、彼の軍隊のキャッチフレーズになった。これは、ナチスドイツのハインリッヒヒムラーの特定民族のジェノサイドについて、白身を駆除するのと同じこととした発言に、半世紀先駆けるものだった。この地に植えた虐殺者も、インディアンの文化が理解できていなかった。チビントンには、ブラックケトルが、大指導者に見えていた。 インディアムを殺すなら、まず大指導者から、と、チビントンはその偏見に満ちた頭で考えたのである。尺道色の反逆者どもを殺すことこそ、平和と平穏を達成する唯一の道だという、考えに、私は十分に満足している。11月29日の寒い早朝に、チビントン大佐率いる800人の陸軍機兵部隊が、ブラックケトルたちの和平派のシャイアン族、 アラパー族の約100針の TP 野営に近づいた。サンドクリークには氷が張り、一面は雪で覆われていた。野営では女たちが働き始めていた。騎兵部隊は一時休止し、敵の数を数え始めた。野営にいるのは女がほとんどだった。男たちはバッファロー狩りに出かけていて留守だった。シャイアン族と白人の根血のロバートベントは、 無理やり案内役を命じられて米軍に同行していたが、この時アエには600人のインディアンがおり、男はほんの35人の戦士と老人、合わせて60しかいなかったと後に報告している。このバンドの男たちは敵対的ではないと示すために自主的に武装解除していた。彼らはリリオントリデで、トリデの指揮官に狩猟用の武器以外を提出していた。しかし、チビントンは、 彼の軍隊に、シャイアン族の野営への一斉射撃を命じた。ジョージ・ベントは、後に、こう証言している。チビントンと、彼の5つの大隊がその朝、シャイアン族の村にやってきたので、野営を訪問していた2人の白人は、焼いたバッファローの皮を棒に結んで、これが和平派の村であることを軍隊に知らせるため、それを振り回した。しかし彼らは、一斉射撃を浴びせられた。 そこで、年取ったブラックケトル州長は、白旗を TP の柱に結んだ。そして、その上に、彼はビア局長からもらった、清浄機を結んだ。彼は、彼の家族を集めた。彼は、そこが、敵対的なインディアンの八重ではないことを米兵に、わからせようと努力して、彼は再び白旗を持った。彼は、怯えていないことを示すために、 彼の同胞に大きな声を上げ続けていた。私は思い返していた。この野営は、米軍の保護下にあり、ここにいることは危険ではなかったはずだ。ブラックケトルは、自分の TP に、正常器を掲げ、その下に白旗を掲げた。しかし、米兵は突然、インディアンたちの馬を蹴散らし、発砲した。ブラックケトルは、 インディアン戦士と白人の間で小競り合いがあったので、見せしめでこのような G 行為に出ているものと思い、部族民に平成にするよう呼びかけた。しかし、米軍は川向こうから大砲を彼らの野営に向けて撃ち始めたのである。チビントンは、この無差別虐殺の命令として、兵士たちにこう叫んだ。上述したように、このセリフは彼の軍隊のフレーズだった。殺せ。 どいつもこいつも頭の皮を剥げ、大きいのも小さいのもだ。白身の幼虫は白身になるからな。騎兵と不評がこのシャイアン族とアラッパ法族の野営に突入し、男も女も子供も問わず、無差別銃撃を浴びせた。人々はチリジリになり、走り始めた。チビントンは、大砲を、最初に、インディアンのうろたえて、右往左往している集団に向けて発射するよう命令した。 ホワイトアンテロープ州長は、英語で、やめろ、やめろ、と叫んだが、意味がないことを悟り、腕組みをして、矢表に立った。これを見て、白人たちは彼を射殺してしまった。女子供は泣き叫びながら、後の砂山の方へ逃げた。丸腰の戦士たちは抗議しながら、川上へと退却した。ブラックケトルはしばらく、TP のそばに留まったが、やがて妻を連れて退却した。 彼の妻は9発も撃たれたが命を取り留めた。白人たちはブラックケトルを仕留めたと思い、そう報告したが、実際には彼は生き延びた。白人による無差別銃撃は午後になっても続けられた。シャイアンの戦士たちは、交戦を試みたというが、人数も武装も足りず、戦闘と呼べるものではなかった。老若男女を問わない皆殺しだった。ロバート・ベントは、後に、 このように報告している。数少ない男たちは、全くの丸腰だった。女たちは自分たちと子供たちを隠すために、死に物狂いで土手の砂を爪で引っかいて穴を掘っていた。私はインディアンたちを保護しようと、そちらに近づいていった。土手の陰に、5人のインディアンの女たちが隠れていた。軍隊が近づいてくると、彼女らは走り出て、 自分たちが女であることを知らせようとしたが、兵隊たちは彼女らを撃ち殺してしまった。3から40人の女子供が穴に隠れていたが、女たちは6歳くらいの女児に白旗を持たせて送り出した。この女の子が2、3歩足を踏み出したか踏み出さないかのうちに彼女も射殺されてしまった。穴の外に4、5人女がいて慌てて走り出した。 彼女らは全く抵抗の気配を見せなかった。殺されたインディアンたちのすべてが、米兵によって頭の皮を剥がれていた。一人の女は腹を切り裂かれて、胎児を引きずり出され、その胎児は脇に転がっていた。これは、スーレ単位も事実であると私に証言している。私は何人か、武装した幼い子供が、母親と一緒に射殺されるのを見た。戦いのすぐ後に、 私は地面を調べてみた。私は死んだインディアンの数を400から500人だったと判断しなければならない。ほとんどすべて男も女も子供たちも頭の皮を剥がれていた。私はフグにされた一人の女性にあった。どの体も恐ろしく切り裂かれており頭蓋骨が叩き割られていた。私は彼らが射殺された後このようにされたものと判断している。 指輪を取るために指がノコギリで切り取られており、また男だけでなく女もいくつかの体が兵士によってノコギリで切断されていた。次の朝、私は男の子がインディアンの死体の間でまだ生きているのを見た。私は第三連隊の少佐がピストルを取り出してこの男の子の頭を吹き飛ばすのを見た。私は一部の男たちが指輪を奪うために 死体の指を切り落とし、銀の装飾品を奪うために、死体の耳を切り落としているのを見た。私は、先ほどの少佐と仲間たちが、夜の間に、インディアンたちの頭の皮を剥いで、埋葬された死体を掘り起こして装飾品を奪うのを見た。私は、インディアンの女が、殺される前に頭を打ち砕かれるのを見た。次の朝、彼らが死んで、硬くなった後で、この男たちは、 インンディアン女の体をを引っ張り出してて不作法に足を開いていた私は男たちが女たちの女性器を切り取ったが自分では見なかったと言っているのを聞いた。私は何人かの男たちが殺したインディアン女から女性器を剥ぎ取った後に棒を突っ込んだことに抗議した。女、子供の死体は見るもおぞましい方法で切断された。私はわずか8人しか見ていない。 それ以上はとても静止に耐えなかった。彼らはとてつもなく切り刻まれていた。彼らは頭の皮を剥がれてむごいやり方。で切り裂かれていた。ホワイトアンテロープ州長の死体は鼻、耳、男性器を切り取られて転がっていた。一人の兵士がこの州長の陰謀でタバコ入れを作るのだと言っていた。女たちは女性器をえぐり取られていた。ありと、 あらゆる略奪が彼らの体に加えられた。彼らは頭の皮を剥がれた、彼らの頭は打ち砕かれていた。男たちはナイフを使って女性を切り開き、小さな子供たちは十字利で頭を潰されて脳みそを飛び散らせていた。彼らの体を損壊したやり方はどんな言葉でも言い尽くせない。それはこれまで見たこともないものだった。女は全員。 バラバラに切断されていた。まだ生まれてに3ヶ月の血の巫女から戦士まですべての世代がそこに転がっていた。兵士たちは指輪を奪うために指を切断し、子供も合わせた男性の陰謀は小物入れにするため切り取られた。男性器と合わせ、女性の女性器も記念品として切り取られ、騎兵隊員たちはそれを帽子の上に乗せて、生きようよとデンバーへ戻った。私は一人の兵士が、 インディアンの女の女性器を抜き取り、見せるために、それを棒に貼り付けていたと言っているのを聞いた。私はまた、兵士たちが女たちの女性器を切り出して、蔵頭に貼り付けたり、中には帽子に貼り付けたりする者も,もいたという数多くの事例を聞いた。12月8日、デンバーの地元新聞、ロッキーサンム役ニュースは、次のように見出しを上げた。インディアンとの大回戦 野蛮人どもは追い散らされた。インディアンの死者500人、我が軍の損害は死者9人、負傷者38人。同種の記事は英雄となったチビントンの報告を元にしていた。チビントンは軍にこう報告していた。私は今日の夜明けにシャイアン族の一部落を攻撃した。この部落は TP130 兆、選手の数約900から1000人だった。 我が軍は、ブラックケトル、ホワイトアンテロープ、リトルローブの三州長の他に、400から500人のインディアンを殺し、ポニートラバ400から500頭も捕獲した。ロッキーサン・ムヤクニュースは、シャイアン族の頭の皮は、今や、エジプトの引きガエルと同じくらい、厚く重なっているとジョークを飛ばした。今やコロラドは、歓喜に包まれていた。敵対的なインディアンの絶滅は、 デンバーの侵略者たちの悲願であり、チビントンはこれに見事に応えたのである。同志はさらにこう伝えている。みんながこの知らせを得て、東部にさらなる知らせを発信できることを絶望している。12月12日、ロッキー山脈ニュース氏は、チビントンの混友のデンバー機関を伝えた。彼の第三連隊も続いて帰還する予定であり、この英雄たちを称える記事の中で、 騎兵の一人の次のような手紙も掲載された。チモナガサム、第三連隊は、水売り西で、野蛮人を相手にこの上内大勝利を収めた。我が軍はこの部族を完全粉砕したから、もう入植者が奴らに悩まされることはないだろう。虐殺から2週間後、デンバーでは記念行進が行われ、市民は、 熱狂的にこれを迎え、チビントーンは、再び英雄となった。新聞は、コロラドの軍人は、再び栄光に包まれたとこれを称えた。ブラックケトルは、このような虐殺を受けたにもかかわらず、白人との和平の望みを捨てなかったが、それに不満を持つシャイアン族は当然多数派を占めた。12月の末には、シャイアン族とスー族とアラパ法族の三部族の戦士2000人が、 レパブリカンが輪そばで協議を開き、白人侵略者に対する徹底抗戦を決定した。その一人は、こう言った。我々は、何のために生きていかねばならないのか。白人どもは、我々の国を奪い、我々の狩りの獲物を殺した。それだけでも飽き足らず、妻や子までも殺してしまった。これ以上おとなしくはしておられない。我々は死ぬまで戦うのだ。この決起に際して、 シャイアン族は命を捨てて白人と戦う集団、犬の戦士が立ち上がった。1月、インディアン戦士団は、ランキンリでの騎兵隊をおびき出し、45名ばかりの兵士を殺した。彼らは白人兵士に彼らがされたのと同じ行為でお返しをした。つまり、兵士の死体をズタズタに切り裂いたのである。また、砦周辺の牧場を襲って白人を殺し、 キューバを奪った。また、誰もがチビントンを叩いた,たわけではなかった。議会は調査団を派遣した。調査団の報告のいくつかは、議会を震撼させた。彼らは、大虐殺の現場を訪れ、入手がまだ抜けてもいない幼児の頭を拾った、上院議員のうちの一人は、この問題に関して公然とコロラドのエバンス州知事と、チビントン球団を決意し、委員会と招待市民を、 デンバーオペラ会に集めた、議論の中で次のような質問が起こされた。今後はインディアンを強化するのか単純に彼らを皆殺しにしようとすることは最良なのかチビントンの英雄行為の真相が明らかになるにつれ、東部白人社会の世論は一変し、チビントン非難の声が高まった。ユリシーズ・グラント将軍はコロラドのエバンズ知事に対し、 これは合衆国の非後下にあるインディアンに対する連邦軍の暴殺以外の何者でもないと認めている。陸軍法務部長、ジョゼフ・ホルトは、息取りもあらわにこう発言した。これは卑怯かつ冷酷な虐殺であり、加害者には拭いされないお命を着せ、アメリカ人、数と数との顔に地軸と憤劇を塗りつけるには十分なものだ。 白旗を掲げた和平派のインディアンを虐殺した行為は軍事裁判にかけられることとなり、チビントンは名声を失って不遇のうちに没した。このような状況を鑑み、合衆国政府は1867年に議会にインディアン和平委員会を設立した。サンドクリークの虐殺に対するシャイアン族の怒りは凄まじかった。合衆国は8000人の軍隊を、 南北戦争から引き上げてこの西部の地に派遣することとなった。白人が望む和平を受け入れたインディアンは米軍によって虐殺された。合衆国は和平を拒絶したインディアンたちも合衆国の軍事力によって強制的に絶滅させられると決定したのである。この虐殺を生き残ったブラックケトルの和平の望みはついに叶わず、この4年後にォシタがーの虐殺で、 カスター中佐の第7騎兵隊によって再び虐殺を受け殺されてしまうのである。上院議員らの委員会はチビントンに対して何の効力もなかった。チビントンは裁判で失脚したがその名声と功績が消え去ったわけではなかった。セオドア・ルーズベルトはサンドクリークの大虐殺を表して以下のような発言を行っている。これほどまでに まさしく正当で、有益な行いが、フロンティアで起こったのです。ベリー・マイ・ハート・アット・ウンデッドにある男は、死んだインディアンの数を数えてみたところ、総勢で123体だったといい、うち98人は、女と子供だったという。また、シャイアン族の報告によると、死者の内訳は、女、子供が110人、男が53人だった。ルシアン・パーマー第一期兵隊軍曹が証言。 デビット・ルーダーバック第一騎兵が証言通訳の、ジョン・エス・スミスが証言にュメキシコ義勇軍、ジェームズ・ディ・キャノン中尉の証言。ありがとうございます。